うんちを、あったかいあのお湯っていうか生理食塩水と混ぜて400倍にも拡大してます。でこの倍率でね、あの寄生虫、あの原虫っていうのかな、コクシジウムじゃなくて、ごめんなさい、ジアルジアとかトリコモナスっていう原虫がいると分かります。でいません。でよく見るとまあいませんねさっきも見てたんですけど、いないと思います。でこの倍率をちょっと100倍、40倍に下げて、この倍率にしますと、あの線虫、細長い虫の卵がいたりすると、これでも分かりますけど、まあ言いなさそうですね。いないと思います。で今度は便を全部まとめてね、はい、でちょっと比重の重たい液体とミックスして、まあそうそう、卵がもしいると浮いてくるから、これ結構検出率高いんですけど、それでも寄生虫の卵はないなと思いますね。あるとこう楕円形で、あの目玉みたいなのが見えてくるんですけどもね、いないと思います。便はだからそう悪くないですね。だからこの今度が未消化反応、未消化反応があると便が真っ黒に移ってきます。少しあるか、こういうこれ便ですけど、その中にちょっとだけ未消化反応がありますね。消化しきらず、でもそうめちゃくちゃ未消化反応がたくさん出てるわけではないんですけど、少しだけ未消化反応ありますか、この辺で言うと黒いところね。まあでもとりあえず今日、今の便では寄生虫はいないと思いました。はい、以上。次。